原子爆弾の投下によって発生したキノコ雲。左が広島で、右が長崎。日本への原子爆弾投下下級サイズの比較。中心から、ファットマンピースキーパーミニットマンイチ、キャッスルブラボツァーリボンバ核戦争とは、核兵器を両勢力が主要な兵器として使用して戦われる戦争のこと。核戦争とは、原子爆弾、水素爆弾。 中性子爆弾などの核兵器、またそれらを運搬する各種のミサイル、爆撃機、潜水艦などの兵器として、両勢力が用いる戦争を指す。その規模については、限定的なものから全面的なものまで様々な形態が考えられているが、いずれにしても甚大な被害が生じると考えられている。2018年現在までに、核兵器の実践使用は、 第二次世界大戦におけるアメリカ合衆国の日本への2発の原爆投下のみであり、敵対国同士が核を使った戦争は発生していないが、キューバ危機や2017年北朝鮮危機など核戦争を引き起こしかねない危機は発生している。ミサイルサイロ。サイロ内のタイタン 2ICBM。周囲のスノコ状のものは整備用プラットフォームで、 使用されない時には折りたたまれている。B-361950 年代、アメリカ、ソビエト連邦とロシアの核兵器、備蓄バスタージャングル作戦、デザートロック演習のため、ドック実験の核爆発を見守る、兵士たち対戦兵器。核搭載アスロックの爆発シーン。手前の缶は、駆逐艦アガーホルム核戦略の研究者の間では、 核戦争の発生や進行に関していくつかの派が存在する。核戦争の勃発には基本的に二つの要因があると考えられている。危険性のエスカレートと奇襲攻撃によるものである。ここでは主な要因について述べる。核戦争が始まる核戦力を用いた攻撃にはいくつかの形態が考えられる。核戦争は予想されうる事態に過ぎず、 歴史的な事例は存在しない。また戦争には多数の不確実性が生じ、その影響も攻撃方法、使用兵器、攻撃対象の位置、環境、人口など様々な要素が関連するため科学的な予測は難しい。トライデントアイミサイルとその再突入体 RT-2PM トーポリの電話車両的型における核爆発はなかったものの、 自らの勢力の武力を誇示する目的で核兵器の開発、核実験が行われた。RT-2PM は冷戦時代にソビエト連邦によって開発された ICBM である。大気圏内核実験は実験に参加した兵士及び核実験場近くに居住する米国市民を蝕み、放射線障害を訴える被災者が発生した。 ネバダ砂漠には大規模な核実験場があり、当時、西部劇の野外撮影が行われていた。このため、西部劇関係者には、ガンや、白血病の患者が多いとされる。その他、冷戦中には、偶発的核戦争の危機が、現実に、幾度か存在した。キューバ危機が有名であるが、他に1983年のペトロフ中佐の事件。 エーブル・アーチャー83などが知られる。南アジアのインドとパキスタンは独立以来3度のインパ戦争を行い、現在でも緊張状態にある。インドは1974年に初の核実験を行い、1998年5月に再度核実験を行った。パキスタンも1998年5月に核実,核実験を行い、核兵器開発能力を示した。 このため、再度、インパ戦争が勃発した時は、両国間の核戦争になる恐れが生じている。アメリカのブッシュ政権は抑止力としての役割を果たす戦略核兵器の縮小に代わり、戦術核兵器の使用を公言していた。これはより限定的な範囲を核兵器で攻撃するための兵器を指す。実験以外で使用された核兵器は、下記の二例である。 第二次世界大戦は核戦争ではないが、この戦争の終盤で人類史上初めて核兵器が戦争で使用された。核戦争を描いたアメリカの漫画2016年現在、現実には全面核戦争は起きていないが、フィクションの世界では終末ものなど全面核戦争やその後の世界を舞台にした作品がある。以下は、 そのような世界を描いた代表的な作品である。ありがとうございます。